アドレナリン全開、男のカーナビ、シルベスターサロン主演で送る音速の青春群像、木曜洋画劇場ドリブン、お楽しみください。この番組はサントリー DHC スバルリーブ21の提供でお送りします。昨年のチャンピオンボー・ブランデンバーグが開幕戦を勝利で飾りました。マイアミで話題をさらったのは、突然第2位に飛び込んできた無名の新人ジミー・ブライです。このジミー・ブライとは果たして何者なんでしょう。今や女性ファン注目の的、ブライ、イギリスでも2位、タイトル獲得の夢ではありません。まさに天才です。第6戦はブラジルのリオ、チャンピオンを追い上げるジミー・ブライ。ジミー・ブライがついに優勝を果たしました。ブライ初優勝、ブランデンバーグ今季初の黒星、ミシガンでジミー・ブライが2勝目を飾りました。一方のブランデンバーグはまさかの連敗です。こちらは第11戦の会場オーストラリア。ここでやりました、ジミー・ブライ。あのブランデンバーグは3連敗、信じられません。ジミー・ブライ優勝、ブライとブランデンバーグの獲得ポイントが並びました。今後の展開が楽しみです。